ちら関口養鯉場の昭和25センチになります。すごく関口さんらしいパターンですね。赤い紅に墨も結構決まってます。まだ東西ですけど結構決まってますね。すごいね、この子体高があるんですよね。すごい頭も大きいですし、なんか大きくなりそうな感じ。白地も真っ白で、で東西の時にこういうあの墨が走ってる子は結構締まってくるんで、おそらく養鯉場の人もあんまり昭和の東西の手ひれは気にしないで、あの真っ黒いやつもいますし、最初から元黒の子もいるんですけど、あんまり気にしないです。僕らは綺麗ですね。頭大きいんですけど綺麗な個体ですので、よろしくお願いします。